チェス誰も知らないカリウド、イカレタコスケでござる。まさかジェスチャーポーズの連射機能がなくなるとは、どうしてでござろうか。まあさておくとして、アップデート第2弾、無料タイトルアップデート第2弾のバージョン 12.0.0、 やることまとめ、やることまとめなくてもいいかなって思ったんでござるけど、結構やってたらね、わけわからんところたくさんあったでござるよ。なんで、まあ、自分の備忘録のためにもね、少しまとめておこうと思うでござるよ。まず一つ目、アップデート第1弾まできっちり終わっていること前提ではござるけども、当然新モンスターの討伐、今回3体追加されてるでござるね。エスピナス、アッシュ、それから玉三つね、希少種、そして怪異克服、大名ズッチ。まあツイッターなんかの噂を見ると、まあ、個人にもね、よるかなといったところでござるけども、まあどれもやっぱりそこそこに苦手な人はいるかなといったところなんで、まあまだあんまり装備等々が揃わずに、アップで第1弾まで進めているような人っていうのは、この辺の対策装備を作るところから始めることになるのかなと。で、この3体強力な防具を持っているので、まあその防具を、まあ必要な部分だけ作ってもいいでござるけども、せっかくだったらば、すべて作っておくのがいいかなといったところ。怪異錬成でね、どんな風に使うかわからんでござるから。さて、こっからが結構大事。まあ、当面の目標として怪異等級レベルを上げるということがお題目に上がるわけでござるが、この怪異等級レベル、まあ、前まで人気だったディアバゼでも全然上げることが可能でござるね。ただね、101から結構上がりにくくなってるんで、数をこなすことになるでござるよ。これもう盲目的に怪異等級レベル上げるために、いやディアバゼ楽だぜっつってガンガン上げてしまうと、後ほど後悔することになる系のということでござる。なぜかというと、上位素材、新素材が大量に追加されて、それを使った装飾品であったり、それから武器の怪異錬成強化なんかにも大量に使うので、どうせ等級レベルを上げるのであれば、その辺の素材を集めながら、いろんなモンスターを狩ることになるでござるけどね、集めながら回っていくのがいいかなといったところ。まあもともと120にしてからガンガン回そうっていう人は気にしなくてもいいと思うでござるけども、要求素材の数が、使う武器、まあ、装飾品だけでも結構使うんで、まあ、レベル上げながらね、集められたらいいかなといったところでござるよ。で、追加された素材っていうのが、ちょっと拙者も使っちゃって全部はないんでござるけども、例えばこれでござるな、まあ、骨もね、これ3つ目ないけどあるでござるよ。怪異化した皮、怪異化した上皮、前まであったでござるな。そして怪異化した後皮って感じで、一番ランクの低かったものにも全て3段階目が追加されており、でさらに胸郭、ディアブロスで散々集めたでござるな、これのさらに1個上も追加されてるでござるよ。まあ、これ強輪とかも全部そうでござるな。で、今1個もないけども、さらに EX 星6で落とす胸郭と胸槽が追加されているでござるね。なんでね、かなりいろんなモンスターを回すことになるでござるよ。で、この最上位の素材っていうのは、怪異等級レベル101以上からドロップするので、ということは怪異等級101以上のクエストっていうのを、まあ、野良でもらったり、自分で探したり、レベルを上げたりして作らなければいけないということになるでござる。この辺はね、少し先にやっておいた方がいいかなといったところで、一個要チェックしなければいけないのが、このハバリさんからもらえるアイテムの交換品が増えてるでござるね。ちょっとね、細かくどれが増えたか忘れたでござるけども、まあ、正規琥珀とかはまあさておくとして、多分死ぬほどやり込む人間でなければ、結構重要なのがこの辺でござるな。そう、怪異化した骨皮竜骨、一番ランクの低い怪異化素材がここで、まあそこそこのポイントで交換できるようになったでござるよ。なんでこれとのバランスを見ながら、怪異等級100以上のモンスターを討伐して素材を集めていくことになるかなといったところでござる。そして装飾品も大量に追加されていると。先ほど言ったことを守っていれば、この加工屋に全ての種類の装飾品が出てくると思うでござるけども、この通り、もし属性を主として、まあでもサンブレイク属性めっちゃ使うからね、これはもう間違いなく作っておいた方がいいかなと思うでござるけども、属性強化樹のレベル4が出てるでござるね。これによって、スロ4の
スロット1個と、小スロ1個で5がね、作れるようになるでござるよ。それから、匠12で、これお待ちかね。弾薬強化。弾薬強化の2でござるな。そして、これちょっと特殊なのが、霞川樹。これ、怪異克服モンスターである、怪異克服オーナズチを1回倒すと、1個以上手に入るのかな。そういう素材が必要になってくる、古竜のね、シリーズスキル、恩恵スキルを付けられる装飾品も増えてるでござるよ。これね、スロ1なんだよね。すごいよね。それから、転覆に、連撃に、連撃樹。渾身に構成爆破睡眠麻痺の2が増えているんで、あと多分他にもあったかな。ちょっと全部素材が集まってないので何とも言えないでござるけども、この辺チェックして必要なものを作っておくべきかなと。ビルドを楽しむのであればね、最低限、全て揃えておく必要があるかなといったところ。そして前回の動画で紹介した豪傑龍樹、これハンターランク111以上になると、ハバリさんからね、ハバリさんからお話を聞くことができて、でさらにチッチェちゃんから普通の怪異クエストにまた星6のモンスターが追加されて、でここに豪傑龍樹が追加されると。これね、本当近接やる上ではかなり強力な装飾品となるので、まあ、111になったら早めに交換しておくのがいいかなと。なんだったら111までは、もしね、これがすごく気になる人は111まで上げて、で、そっから素材集めに精を出すというのも一つありかもしれない。特にソロだと、かなりの性能になるでござるよ。まあ、ちょっとね、一個前の動画で詳しく話をしているので、もし気になった人はそちらへ。そして、ある意味、みんなの最終目標である、聖騎琥珀。こちらにも変更が加えられたでござるよ。さて、報酬を見ていただきたし、レベル103の大名ザザミの報酬が、そう、聖騎琥珀女王になっている。ということでね、上が解放されたおかげで、下の EX ランクの低いモンスターの報酬の聖騎琥珀のランクが下がってしまったと。多分、個数は増えてるんじゃないかな、未確認でござるけど、いや、倒してるんだから確認しとけよって話でござるからね、おそらく個数は増えてんじゃないかなと思うでござるけども、これで何ができなくなったかというと、前に動画でお伝えした、潮流種なんかをソロでバスバス倒して、聖騎琥珀1000をもらっていくっていうね、ある意味では最高効率だったあの方法が取れなくなったよ、ということでござる。代わりに、ディアブロス、ラージャン、これね、120にしてないんで、ちょっとまだ何とも言えないんでござるけども、この110、113の時点では、だいたい聖騎琥珀が15個から17個と、もらえる量が約、なんぼ倍ぐらいになった？ 1.5 倍ぐらいになった？んでござるから、こっちの効率が上がったでござるね。それともう一個チェックをしておくべきが、装備のロックシステムでござるな。まあこれ、五石同様に、やはり怪異錬成防具というのは複数作ることが前提になっているようで、拙者まだそんなに複数作ってはいないんでござるけども、もしね、いいやつが出てキープしておきたいって思った人は、このロックシステムで防具をキープしておくことによって、まあ、間違って撃ってしまったりとか、そういったことを防げるよ、ということでござるね。というわけでいかがでござったろうか。いやー、いろいろと仕様が変わってしまったんでね、久々に復帰する人は混乱しているかなと思ったので、この動画出させていただいた。それでは、See you。回れ回れやれ風車、また同じ場所へ帰って、揺れて揺れて果て間な心、君は知らない、まあ